キム・シンヤと言います。まずこの写真ってご覧になったことありますか？いつ頃のどこの写真かちょっと当ててみていただいて。ご覧になったことあるっていう方はいらっしゃいませんね。時間もないから説明しちゃうと、今この場所がどうなってるか。東京ドームです。水道橋なんですね。で、後ろを向いている女性が私のモニです。お母さん、母ですね。で、抱っこしている生物は私です。で、時期は1960年ですね。だから私は韓国のふるさとはチェジュ島、済州島ですけれども、日本のふるさとは東京都文京区なんですね。で、大体日本の方に文京区って生まれっていうと、お坊ちゃんなのっていうふうに思われるんですけど、れっきとした朝鮮人部落があったんですね。で、近くに中央大学、今の中央大学の敷地のちょっと隣に弾薬庫みたいなものがあったらしくって、何かの工事、京都のウトロみたいに工事に関わったのかもしれません。で、これが1963年推定の、住居地図なんです。一角にごしゃごしゃって20世帯ぐらいが、手書きの、当時ですから手書きの地図なんですね。多分調査者が入ってって書いたんでしょうけれども、それを生前、父はもう20年前に亡くなりましたけど、生前見せたら笑ってましたね。ほとんど多分表札とか世帯の区分というものを調査人が認識できなかったんだろうと。だこう一つの世帯になっているところは明らかに3世帯4世帯あったりで、うちだというキムっていうところはむちゃくちゃ大きくなってたりするんですね。で、多分5世帯ぐらい入ってた。そんなことで、実はこれ63年推定っていうところがミソで、これ東京都あのぶえーとね、東京都の中央図書館で調べたんですが、推定なんですよ。で、ないのかっていうちょっと思ったんですが、国会にはあるかもしれませんけど、そこまで調べてないんですが、要はなんで63年、要するに63年まではこの町はあったわけですけれど、多分64年以降はなくなってるんです。なぜだか。東京そうなんですよね。ありがとうございます。東京オリンピックで多分東京の街はすごく変わりましたよね。高速道路今当たり前に僕ら使ってますけど、あの時生きていた方々はものすごく風景が変わったっていうふうに思ったんじゃないでしょうか。で、そのことで躍進する日本とか高度成長の日本とか、誇る人たちもいたんでしょうけれど、僕の目から見ると、その必ずそういう繁栄とかの裏には影があって、で、これはソウルオリンピックもそうだし、北京オリンピックもそうだったと思うんですけども、それをジェントリフィケーションっていうらしいですね。要するに排除されて、ある区画が全く違うものに作り変えられていく時に、強制移住させられる群れが必ず生まれちゃうっていうこと、それを言うらしいですけれども、ここにいた朝鮮人たちも実は立ち退きを食らうわけです。でもうちの親たちはそのことによって立ち退きだったので、当時許されてなかった東京の郊外の立川というところにある都営住宅に入れるようになったんですね。で、これはもう特例ですよね。で、彼らが喜んだのは2つの理由でです。なんでだと思いますか？まず家の中に水道がある。で、当たり前といえば当たり、でもさっきの部落では、ここではやっぱり水道は共同水道だったようですね。もう一つはトイレです。自分家の中にトイレがあるっていうので、すごく喜んだらしいです。もちろん推薦じゃないですけれども、で、僕もそこで、高校ぐらいまで住んだ立川の団地なんですけど、ペイ先生の方から僕の書いた1章とか3章とか9章を中心にちょっと話してくださいというふうに仰せつかっていますので、その順に従って少しずつ解題していく形にしたいと思います。最初にこういう写真を出してます。
これどう思うみたいな感じなんですね。でこれとはちょっとバージョンが違う写真をでこうちょっと手すりみたいになってる写真があるんです。そういうでそれを大学生とかに見せた時にどう思いますかって言ったら、なんかこう楽ちんそうとか、こうやって境ができることで詰めて座れるとか、まあ電車でね、その色を分けてるとこう詰めて座る心理働きますよね。そういう回答が結構多かったりするんですけど、これはうちの近くで、川崎で住んでますけど、うちの近くで撮った写真です。川崎には今も800人ぐらいの野宿者がいます。だんだん見えづらくなって、終焉にこう追いやられているんですけれども、駅前がこう綺麗になって、でこれもさっき の文京区と一緒で、綺麗になると汚い人たちがどんどんこう追いやられちゃうんですよね。でも800人ぐらいいて、年にだいたい 5,60 人が亡くなります。多くの場合凍死です。で僕が知ってる限り5月にも凍死します。そういう方が、例えばそういう方知り合いがいるんですけど、ある時に、毛布とかをね配るようなボランティアを教会経由でやってる時に、ある先輩っていうふうに言いますね、野宿者のことをね、おっちゃん、関西でおっちゃんっていうらしいですけど、その人に聞いたところ、いやこれはあれだよなって、こう俺にここにで寝泊まりするなってことだよなっていうふうに言うんですね。で一見こうちょっとアートっぽいしつらえでこう作るんです。でそういう暴力みたいなことが今指摘されています。何が言いたいかっていうと、同じものを見てもね、なんで違う風に感じちゃうんだろう、違う風に見えるんだろうっていうことなんです。で中学生ぐらいまでは、人それぞれねで終わっちゃうかもしれないけれど、大学生としてはその違いがどっから来るのかを考えてほしいっていうと、結構考え始めるんですよね。そのことをまずほんの最初に起きました。でその後に皆さんご存知のように、イムヒョニル君、林健一君の話を書きました。で僕はその時まだ、大学生になるかならないかぐらいでした。1979年か80年だったと思います。埼玉のあるところで中学校1年生の少年がマンションから飛び降りて自死するんですよね。で結構ショックでした。でそれで僕はすごく鮮明に覚えているんですけれども、でその本にも書きました。いろいろな資料をちょっと当たってみましたけれど、調べてみるとなんかいろいろなことを言われている。臓器とか家出っ子とか自殺野郎とか。でまずは最初に、すごいいじめがあったので家に書き置きを残して彼はいなくなるんですよね。でいなくなって何々のいじめがひどいからもう生きていくのは嫌になりました、さよならっていう。でお母さんびっくりして、それで探すんですけどいない。で先生とも相談しながら、警察にとかってこう言ってる時に彼がガチャッと帰ってくる、午後8時だと記憶してますけれども、その時に近くのマンションの屋上に登って死のうと思ったけれどできなかったって、わって泣くっていう、そういうルポルタージュが残ってるんですけれども、その後、それが多分4月とか5月かな。でその後6月ですかね、確か彼は同じところから今度は本当に飛び降りて亡くなるんですよね。でその時のクラスの反応、でそれもルポルタージュに書いてあるんですが、万歳っていう声が起こったっていうんです。でこれを大学生に言うと、やっぱそう、もうありえないっていう感想をやっぱり圧倒的に書いてくださるんですよね。そんなことが、でこれが実は僕が大学生の時だよっていうふうに説明すると、いやそんな昔の話には思えないっていうんです。でこの社会が一体どのように良くなったりしたのか分かりませんけれども、このことを少し考えた時に、そんなに何かが変わっている、いやむしろ悪くなっているのかもしれない。で風巻さんとかと一緒に僕もいろいろ仕事をして、よかれと思っていろいろやったけれど、
時代の方がもっとそのスピード力よりもはるかに超えて悪くなっているような印象があります。でもだからこそ牧師だから言うんじゃないですけど、もうすぐクリスマスですね。で矢野崎とかだとケーキを売るチャンスになってますけれど、要するにこうクリスマスってなんで冬至なのかっていう、そういうこう物語なんですね。実際イエス・キリストっていう人がいつ生まれたかなって私分かんないんです。ところが12月のこう冬至っていうところに定めたのには意味があって、やっぱりこう闇、一番暗い時に救い主が生まれたっていうメッセージをが大事だっていう、どうもそういうことのようです。だからまあケーキ食べるのもいいんですけど、闇が深くなった時にこそ何か光がこう細くなったレーザービームがものすごく鮮明にこう光を放つように、そういうことなんだって今ちょっと僕はそういうふうに思いたいと思ってます。決して諦めるではない、悪くなっている時にこそむしろ希望の光が鋭くなり得る、まあそんなようなことを思ってます。で、林健一君が亡くなった時に万歳っていう声が上がるんですけれども、それを大学生の時に、なんてことだと思いながら、実はでも数年前にアメリカの、どこでしたかね、ニューヨークタイムズだったかワシントンポストを忘れましたけれど、いじめの普通にアメリカのブレインの記事が載ってたんです。でその時に同じようなことが起きてるんです。彼女死んだんだって超ハッピーっていう、英語でどう書くかちょっと忘れましたけれど、こういう書き込みが当たり前にできちゃう。で新聞でもそのことが取り上げられるぐらい救い取りやすいような声として蔓延しているっていうこと、ちょっと愕然とせざるを得ないような感じだと思うんですけど、ただその時に荒いとか、その時に共闘とか、どういう言葉を使ってもいいんですけれど、特に若い人たちが私は一人ぼっちじゃないとか、誰かと共に生きていくことが大事なんだ、それは自分も生かされることなんだ、まあ、そういうことが少しでも感じられればというふうに思ってこの本を書きました。で、その第一章のその林健一君のところで一番僕がこのことを風巻さんの高校に呼ばれてその授業をしたんですけれども、その高校とは別のところで衝撃的な出会いがあったんですね。それは定時制高校でした。定時制高校ですからご存知のようにいろんな人がいます。別に勉強に熱心っていうで先生がいるんだからちゃんとこうしなきゃっていう風には育っていないっていう人もいて、でその時には同じようなこう人権の話をするんですけど、目の前に皆さんはスーパーサイヤ人ってお分かりになりますかね、ドラゴンボールとこうマッキンキンの髪の毛がブワッとこう逆立ってるっていう、そういう女子高生が目の前に立ったのを座っているんです。おそらく座らされたんだと思うんですけど、だからふてくされてるんですよ。でふてくされてるだけじゃなくてガム噛んでるんですよね。でくちゃくちゃくちゃって、いや、やりにくいですこれ、僕も離れ結構してるけどやりにくかったです。でまあ林健一君の話をしてしばらくしてパッて見たらこのくちゃくちゃくちゃの速度がくちゃくくちゃってなってて、あこれはちょっと聞いてくださってるぞと思ったので、少し聞いてみたんです。どういうことかっていうと、この事件が起きた後に PTA で取り組みの会議が持たれたんですね。でその会議の中で、その前にまず学校はこれをいじめと認定しなかったんですよ。まあよくありますね、証拠出せと。でも弱い人が自分の痛み傷のための証拠を用意できないから弱いんですよね。だから傷は深いんですよね。まあそういうことなんだけれど、でその場では、まあ、そういう要するにいじめということは認定された。
で、なんとどうしましょうかって話し合いなんだけれど、ある方々が、この林健一君は韓国人だ、残死同胞だ、まあ、韓国人だ、だこれは民族差別として扱わなきゃいけないって言い出したんですね。これは僕は真っ当な意見だと思うんです。で、ずっと思ってました。ところがその定時制の高校生、そのくちゃくちゃの方に今日聞いたら何て答えたか、それはどっちかに決めなきゃいけないのってこうちょっと怒って、いやでもどうしてそう思うのかな、よかったらちょっと言ってみて、だってその時にどっちかとか言ってる時にそこに林健一君いんのかよとかって怒られた。で、彼女はすごくちょっと怒りみたいなことを大人たちに向けて、なんかこうそういうものを覚えたんだなと思ったんですね。で、僕はその時にこれ民族差別ではあるんだけれどと思うんですが、いじめでももちろんあるし、でどっちなんだっていうことで何かが解決するんだろうかって本当に思わされたんです。それはなぜかというと、さっき風巻さんがおっしゃったように、飯屋さんの普遍的な価値を目指す、で民族差別も普遍に向かう途上にある概念かもしれません、いじめもそうかもしれません、でも図らずもその女子高生が言ったことから僕が連想したのは痛みなんですね。その痛みっていうことを自分のことのように、あるいは自分の子供だったらとか、自分だったらとか、自分に関係する人だったらとか、想像力を働かせていたかどうか。人間やっぱり賢いと概念で事柄を説明しがちなんですよね。で、それは間違いじゃないし必要なことでもあるんですが、でも概念っていうのは逆に具体的な事実から一生懸命抜き取る作業ですよね。そこが大事なんで、それを事柄に当てはめようとした時にこぼれ落ちるイメージがたくさん出てきちゃう。で、この逆を彼女は図らずもついてくれたというふうに思ったんです。で、今でも僕はそう思っています。で、それで言うんですけど、結局ね、民族差別だって言ってそういう運動を作る、これは間違いじゃないと思います。いじめだって言って運動を作る、間違いじゃないと思うんだけれど、その前に例えばこの問いを学生たちにも放ちます。その場所に現に君はいないし私もいないんだけれど、もしその中学1年 C 組に君がその時いたとしたらどんな振る舞いをしただろうかって考えてみる。で、これはね、ちょっと曖昧、ちょっと少しぼやっとしてますけれど、多分ヘーゲルっていう人が言ったんですが、何かについて語ることは簡単だ、何かについて知っているっていうのも簡単だ、しかし何かを自分ならどうするかという形で生きるくっていうことが一番難しいって確か言ってたと思うんです。で、そういうことをやはり僕らはひょっとしたらスキップする傾向がないか、そんなふうに思うんです。自分なら一体その時どこにいるだろう。で、このことは大事なことじゃないかなっていうのが、第一章、一番最初に書いた章のテーマです。それで三章は実はヘイトの実態なんですけど、ちょっとこのあんまり見たくないビデオなんですが、ちょっとだけ日本から出て、何が子供じゃ、女もお前スパイの子供やないか、スパイの子供、ここに許されるんだよ、これ朝鮮学校を日本から叩き出せ。ただそれだけ、臭いね、キムチ臭いね、キムチ食ってるしょうがないから、今日は青ちゃん何飛ばしてやってんねん、な、ね、守れ、ルール守れへん、足の方歩いといたらええんやけ、お前初めから偉そうに、お前こんな選挙戦闘。実はこれ怖いのは、例えば関東大震災、今年100年でしたけれど、あの時もデマも同じようなものだったと思います。後で言いますけれど、これは、最近面白いなと思ってちゃんと読んでる本なんですが、ナチスは良いこともしたのかっていう岩波のブックレットがあるんですね。すごくよくできてます。いや、結構売れてるみたいです。で、その中初めにで、
小野寺さんっていう、まあ、歴史学者ですけれども、なんかその方がおっしゃってるんですが、要するに事実、歴史学は事実に基づいていろんな記述をするんだけれど、例えばこういう言説、まあ、関東大震災でデマとして流布してしまって、しかも新聞記事にもなっちゃうっていうような言説で、それは意見に過ぎない。そうではなくて、その事実に対する解釈、まあ、その事実に入り込んで、その事実が一体どういう意味を持つのかっていう、そういうことの何て言うんでしょうね、作業をきちんとしないといけない。まあそれが歴史学では比較的当たり前なんだけれど、でも例えば SNS の社会では、事実っていろんな事実があって、で検証しないで解釈しないで意見にすぐ行くわけですよね。でこの桜井誠さんの本も、もう要するに意見なわけですね。で関東大震災の時に 100年前に大虐殺はなかったっていう人たちのもう意見なんですね。でそれは何かっていうと、あの時のデマに載ってしまった新聞の記事なんかが事実だということを、まあ、根拠にしてるわけですよね。で朝鮮人が井戸に毒をまいたとか、婦女子を暴行してるとか、暴動を起こしているとか、それは新聞記事に載ってるから事実だ。だから朝鮮人を殺したのは、まあ多少だけれど殺したのは、それは自衛だっていう理屈ですね。これ意見ですよね。でもいろいろな証言とかいろいろな資料は実は残っていて、まあ、政府なんかはないとは言うんだけれど、まあ、僕らはそういう危うさの中に今立っている。で実証っていうことはどうなんでしょう。本当に例えば痛みを負った人に証拠を出せ、で実証が問われますよね。でそのことの何て言うんでしょう、問題点と、こういうヘイトなんかは垂れ流す人は実証からくぐり抜けていくわけですね。一番よく記憶に残ってるところでは、トランプさんっていう人が自分に都合の悪いことはみんなフェイクって言って終わっちゃうわけでしょ。それ意見なんだけれど、それで通っちゃうっていう、彼こそその解釈のその部分を全部すっぽかしちゃうわけですよね。そういう時代に僕たちは生きている。で本当に痛みを負っている人が実証を求められ、そのヘイトする人たちは実証をくぐり抜けて意見をどんどん述べて拡散していく、このなんていうんでしょう、アポリアっていうんですね、この問題困難みたいなものに僕らは今直面しているように思うんです。それで、3章では朝鮮学校、京都の朝鮮学校が一番最初にこうヘイトのターゲットになったんですね。よくご存知だと思いますけれど、いや凄まじいです。小学校の門前で、要するに要するに誰のおかげで生きられてると思ったんやみたいな、ちょっと僕関西弁苦手なんですけれど、いや凄まじいです。スパイの帰ろうとかで、とっとと帰れみたいなね、そんなような言説がうわーっと出てくる。でもそれは子供たち聞こえちゃってるわけです。一番日本でヘイトスピーチピークになるのは2013とか14年なんです。まあ、それよりちょっと前です。その時に、で結局これ裁判になりますよね。裁判になって最高裁で判決が下りて、ヘイトをやった人たちは有罪になりました。じゃあ OK かっていうとどうなんでしょう。まあとりあえず有罪になってちょっとホッとはしましたけど、それはいわゆる解決なのか。実はパクムスさんっていう方のインタビューを風巻さんがまとめてくださって、まあ、一緒に聞いたんですけど、いやそれはまあ読んでいただければと思いますが、本当にああいう言葉を浴びると、こう言葉だからどうってことないじゃん、目に見えない刃物じゃないから、武器じゃないから、だけれどだからこそ残るところがあると思います。で僕も2014年ぐらい川崎で住んでいて、横須賀で教会の仕事を終えて帰ってきて、娘と待ち合わせをして、
当時まだあった西海屋というデパートの地下行って、今日一緒にご飯食べようって言って買い物をして、地上に上がってきたところにヘイトデモに遭遇しちゃったんですね。当時ヘイトデモ150人ぐらいいました。で、とにかくあの、よく言われる良い朝鮮人も悪い韓国人も皆殺しだとか、ゴキブリ朝鮮人はあのかえとっとと叩き出せとか、なんかそういうことを言うわけでしょ。でもそれあの結構ねこう、うすら笑い浮かべながら言ったりするんですね。すごく不気味ですよね。だけれどあのその時感じて、僕はその感じ、なんかこう凍ってしまう、英語ではフリーズってよく言いますよね。だからその身動きがちょっと取れなくなる瞬間が何秒かありました。なぜかって言ったら、固有名詞で攻撃されたんなら対処できるじゃないですか、喧嘩するなりなんなり。だけれど一般名詞でしょう、朝鮮人、悪い朝鮮人も、良い韓国人も皆殺しだ。でそれはここにいる娘にも向かっているわけですよね。で生まれたばかりの孫娘にも向かっていると思った時に、ちょっともうどうしようもないってこう、もうなんて言うんでしょう、無力感みたいなのを感じましたかね。あのこれどう覆せばよいんだろうってちょっと本当に5秒間ぐらい凍った記憶があります。それはあのうすら笑いをどう乗り越えられるのか、何が彼に届くのかとか。しかしその次の瞬間、あの通りのあっち側でまだ少なかったですね、20人ぐらい、笠巻さん荒いっていう言葉を使われましたけれど、あの静かにこうやってプラカードを持って差別はやめろとか、そういう、まあ、カウンターまで行かないけれど、そういう人たちが数十人いらっしゃったんです。でそれはすごく僕はあの慰めというか癒されるというか、あのふと我に返れるきっかけになりました。これは本当にそうです。そのほとんどは多分日本の方だと思うんですけどね、まあ、在日もいたかもしれません。今はその数が逆になってますね。ヘイターの方が川崎ではさっきの読書会もあったりして、だいたいだん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 あの今は 4,5 人ぐらい。でも逆にその差別やめろってこうわーって押しかける人が50人とか100人になる、まあ、そういう逆転は起きていますけれども、あのじゃ あのこの傷というか記憶はやっぱり去らないです。で特にさっきの京都の朝鮮学校ですけれど、その帝都の浴びた時小学生だった子が今大学生とかになってるわけですね。でもあの全ての人じゃないけど、中にはあの表に出らんなくなっちゃってる子もいるんですって。要するに PTSD でしょうかね、こう心的外傷を得て、要するにこう外出ができなくなっちゃうような、法律で解消法っていうのは国会で通りました。でそれはあの意味があることだったと思います。ないよりマシです。自民党もあの賛成して作った。だそれは大きいことだと思います。しかしじゃあそれで解決かっていうと、さっきもあの教育のことは何もなされてないじゃないかっていうことをおっしゃってましたけど、もうちょっと違う、受けた人の傷っていうことについてはやはりあの何も手当てというか、それは十分にはなされてないです。裁判があればあの加担して みんながあの励ますために集いますけれど、しかし彼女の中にある傷とか、京都の朝鮮学校のある若者にが動けなくなっているその傷とかは癒されるっていうところまでまだ行ってないですね。それを笑って語れるっていうところまでは行ってないです。パックンスさんという人がおっしゃったんですが、その時に、自分のお子さんでしたっけ、小学校の男子生徒があの脅迫観念的に鉛筆をずっと削ってるんですって、もうとんがったように、あんた何してんのって、いやヘイトが来たらこれで戦うねんっていういやこれはあの
ちょっとね、うっときますよね。あのそれもその中にはあの憎しみの怒りをが転移したその鋭い切っ先を武器にしなきゃいけないっていう、そういう気持ちがこう幼い心の中に芽生えちゃうっていう、そう芽生えざるを得ないっていう事態を招いちゃってるっていうことがすごく深刻だと思いました。でその鋭くとんがったものを作ったことを、なんて言うんでしょう、そんなことするならダメだ、武器はダメだっていうのは簡単だけれど、そっちじゃないような気もします。今感じてるのはあの語るっていうことと聞くっていうことをめぐる困難です。どういうことかっていうと、見聞きしたことはさっきの痛みに関わることなんですけど、見聞きしたことはあるいはもう経験したことは何でも語ることができるっていう立場はありえます。これがないとジャーナリストなんかは仕事ができないかもしれません。でも一方で、あのこれは本当にそうかな、経験したこと見たことは従前に語ることができるかって問い直すとどうでしょう。そういう問題がある。で一方でこれは有名な言葉ですね、あの語れぬことについては沈黙せねばならない、これビトゲンシュタインという人が言ったことです。論理哲学論考という論理学の最後の方に言ったことです。でどういう意味かというと、彼が言ったのは論理学では哲学の問題について語り得ないですっていう結論なんです。だから語り得ないことについては沈黙せねばならないって言ったんですけど、これ論理学だけの問題じゃなくて哲学一般、むしろ例えば倫理学っていう領域があって、いかに生きるのかっていう問いを大事にするっていう領域のこととして考えてもいいというならば、語り得ぬことについては沈黙せねばならないっていうこの言葉は一体どうだろうって考えるんです。でよく言うでしょ、その傷がすごく深い人の傍らにいるときにむやみやたらと代弁できないし、だからあのそーっとしておく、黙っておく、そのことの方が大事って考える人結構多いと思うんです。でもあのこれは岡真理さんという京都大学の、あ今早稲田かな、あのパレスチナの研究家ですけれども、あのおっしゃってたのは、そうやってあの その人のことを、誰も代弁できなくなる、その傷が深い人は自分で自分のことを語れないから、誰かがそれを代弁しないと事柄があらわにならない、つまりなかったことになる。でそれを防ぐために誰かが代弁しなきゃいけないっていう事態は、例えばあの自分ヤンフのお母さんたちもそうでしたよね。でもその代弁は何でもいいかっていうと、この経験したこと見たことは語ることができるじゃない、そんな風にベラベラできることほど事柄が軽くないっていう場合があり得る。その場合どうするか、岡さんはこんな風に言うんです。つまり語り得ないっていうことがあるときには、その語り得なさ、語り得がたさをこそ語る、そういう形で誰かを代表する、誰かの代わりに話をする、そういうことが必要じゃないかっていうんです。あの人前に出ると全然震えちゃって何も言えないとか、だから証拠出すとか言われてもないでしょ。そういう時に傍らにいる人が何をどうするのか、まあ、そのことはこのヘイトを通じて今でも問われていることじゃないかなって思います。歴史の問題もそうですよね。あの自分ヤフの方々もずっと言われました、こうファクトファクトって。でもどの状態で彼女たちがそのファクトを蓄積して記録を残せるんでしょうかね。名前がちょっと忘れましたけど、あるノーベル賞学者、文学者、チェコの部分が言いました。弱者にとっての最大の武器は記憶だって言ったことがあります。どなたか名前ご存知です、忘れちゃった。あのそれは本当にその通りで、あの記録を作れるのはあの古代以来国史を作ってきた権力者ですよね。あの文字書きができ、文字の読み書きができる権力を持った人たちが正史という歴史を作ってきたように、そこで抑圧されたりあの排除されたり人た
排除されたりした人たちの声というのはあまり反映されない。そういう人たちが自分たちのことを記録するっていうことはなかなかできない。でも例えば、日本の田舎に鬼伝説とか結構残ってますね。あの鬼っていうのは権力から、中央権力から排除された人たちの伝承だっていうふうに言われてるんですけど、そういう淡い形で残ることはあっても、ファクトファクトっていうような形で残すことはなかなかない。そのことは今このヘイトの現象についてもすごく当てはまることかもしれません。自分ヤフの方々に証言を求め、事実を出せという、その非均等性みたいなことと同じようなことが今でも起きている。必ず裁判になるとそういうことが表に出てくる。でその時に積み残された何かがないかな、法律で裁判で勝ったからそれは良かった、もちろん良かったんですけれども、じゃあ全部がすっきりしたのかっていうと、そうではないのではないでしょうか。多文化共生っていう言葉が結構言われていて、でも誰と共に生きるのっていうことがどうも、例えば外国人でもよく見ると外国人労働者だったりね、顔を持った誰かっていうことがあまり語られない。特に国が語った時にはとそうだろうというふうに思うんです。でご存知のようにこれ日本国憲法なんですけど、上は、GHQ の草案ですよね。全ての自然人はその日本国民であると否とを問わず、法律のもとに平等にして、人種、信条、性別、社会上の身分もしくは門罰または国籍により、政治上、経済上、または社会上の関係において差別されることはないって書いてあります。これ全て自然人はっていうのは、欧米の、人権宣言 と、大体パラレルですよね。でしかし日本国憲法はこの GHQ と官僚とのやり取りの中で、官僚が巧妙にこの全ての自然人をっていうのを全て国民はに直しちゃいますね。もうよくご存知だと思います。そして日本国民であると否と問わずっていうその赤字のところは消えています。今そして国籍っていう、国籍により差別されないっていうその国籍を門地っていう、門罰や門地、日本の階級ですよね、そういうことによってはっていうふうに書き換えちゃっています。でこれが1947年の5月3日に施行されますよね。でも5月2日に皆さんご存知だと思いますが、最後の勅令っていうのが出されますよね。要するに5月3日から天皇は象徴になるので、その前の日に最後の勅令ですね、天皇の命令が下るんですが、それが外国人登録令っていうことでした。で台湾人および朝鮮人はこの勅令の適用について当分の間これを外国人とみなすって言って、ずっと当分の間が続いてるんでしたね確か。何を言いたいかっていうと、4年前に、アフリカ系の方が入管施設で要するにこう彼が難民認定得られなくて強制退去されるところがビデオで撮られてるんですね。でそのある部分が公開されたんです。弁護士たちが強烈に言って、そので許可された数分間のビデオが公開されたんですね。でそれが今ネット上でも見られるんですけれども、それは凄まじいです。6人ぐらいの人が1人の人をこう羽交い締めにして、こうやってこう押さえつけるんです。で動くなって言うんですね。で痛い痛いって言って、でも喋るなとも言うんです。でそうやってこう拘束しながら、お前元気だねとかって言って、私元気ないとか、元気だよ元気だよとか言いながら、ははははって、そんな元気なんだよなとか、何なんだお前みたいな感じなんですよ。6人の入管職員ですね。これ当たり前のようにそういうことが起きてる。僕らもそれ見ると衝撃を食らうんですけど、その時にある言葉が思い浮かんだんです。で在地の先輩たちはよくもう覚えてらっしゃると思うんですが、焼いて食おうと煮て食おうと勝手の勝手だっていうことを法務省の役人が言いましたよね。でそれがこの
法務委員会でそのことが問われたっていう資料が国会の図書館に残ってるんですけれど、要するに自分の法務省入国参事官だった池上さんっていう人が法的地位200の質問って自分で質問して200質問作って、そして答えるっていう本を作ったんですね。その時に日韓協定に基づく永住権を取れなかったものに対しては煮て食おうが焼いて食おうが勝手だって言ったんです。でこれは韓国籍をその時取った人には当てはまらないっていうふうに言えるかもしれないけれど、だから要するに朝鮮籍の人間のことだ、でもその分断を果たして良しとするのか、うんという問題もあるけれど、この煮て食おうと焼いて食おうと、つまり当時の朝鮮籍、今もそうですけど中ぶられになってますよね。要するに国籍じゃないですよね。この感覚を法務省は今も持っていて、難民認定もしてないんだろう、お前とっとと帰れよ、煮て食おうが焼いて食おうがこっちの勝手だっていう、そのマインドが僕はやっぱり息づいちゃってると思うんです。これは僕が勝手に感じていることですけれども、このような形で法務省の考えが僕は今も当時と何か連綿と何かつながっているマインドを保持しているような、そういう気がしています。でこれは今の法務省ですね、これは厚生労働省なんですけど、厚生労働省は労働者、外国人労働者は今どのぐらいいるかって、これちょっと前2年ぐらい前なんですけど、282万人のうち労働者、外国人労働者173万人なんだっていうんですけど、この定住者永住者が、労働する、分かりますよね、それはね。で医療弁護士、こう特殊技能を持ってる人なの分かりますよね。でも統計に技能実習生入れる、これもなんか新しいこと分かりますよね。留学生入れてます、労働者に。いや確かにコンビニで働いてますよ。でも厚生労働省の眼差しからすると留学生も労働者なんだ、あーと思います。これちょっと僕は不思議に思うんですけどね。でもう一つはこれ技能実習生の A さん、これ報道特集が番組組んで報道したことなんですけど、実習生 A さんは1日14時間働きます。で年間で、これ5年前ですけど、そんな変わってないかもしれないですね、休日は7日だった。これ僕ら耐えられます、パスポートとか奪われちゃうとっていう条件だと、もうニッチもサッチもいかないから、これ耐えるしかないっていう状況が続いて、駆け込みでラオに出て、それで分かった事実ですね。これもう一人の人は、説明なしに連れて行かれた、その仕事は何かって、何だか分かりますか。原発の除染作業、ゼッケンつけられて、分かんないですね、なんだか感じで分かんないけど、で後で聞いたら放射能の中にいたって言って愕然としたっていうお話です。で少しは良くなったっていう意見もありますが、やっぱりこの人たちを労働者っていうふうに見てる。だけれどこれ昔の笑い話ですけど、1960年代70年代にドイツの笑い話があって、ドイツの移民に対する3つの誤解っていうのがご存知ですかね。移民がドイツに来て恋愛すると思わなかった、移民がドイツに来て恋愛して結婚すると思わなかった、移民がドイツに来て恋愛をし結婚して子供を産むと思わなかったっていう、もう自虐ネタみたいに、要するにドイツではそういうことが言われていたのと同じことが今日本でも起きてるかもしれません。労働者とだけ見ていて、その人たちがどんな生活、どんな希望、どんな夢、そういうものを持っているのかっていうことを本当に汲み取ろうとして、一緒に共に生きるっていうことを考えているかな。さてこれは総務省です、多文化共生プランで、これはさっきおっしゃったように、なんかこれ読むと多文化共生社会が今ここにあるような感じになる。総務省は総務省でこれがいいものっていうふうに
でもここにもやはり国のことだからっていうことだけじゃなくて、なんてでしょう、法務省のあのあり方、そしてあの厚生労働省が労働者って眼差し、あの眼差しみたいなことをどうくぐり抜けて強制するのかっていう発想は多分ここからは読み取れないんですよね。あ、法務省さんは法務省さんっていう感じなんでしょうか。僕これを移民社会としてちょっと認め始めたってあの風巻先生おっしゃったけど、本当にそうかな、本気でそう思ってるのかな、うん、恋愛すると思ってないんじゃないかな外国人の子供たちが、うん、ちょっとそんなことを思って、え、これもう終わります、終わった方がいいですねもう終わります。で、僕こういうことを言ったのは法とは違う次元の発想も必要だと思ったんです。もちろんあのこういう法務省や厚生労働省や、総務省の考え方とは別に、外国人、あ、要するに外国人市民っていうふうに市民、あ、外国人を位置づけて、あの外国人基本法っていうのを作んなきゃいけないっていう NGO 活動があります。ただ移住連とか、あ、そういろんなあの外国人支援の団体が連合してそういう法律を作ろうっていう運動があります。でそれすごく大事だと思うんですけど、その法律を作る手前のところで、あの何か考える必要があることはないかって、例えばあの在日コリアンはあのさっきもちらっと出てきましたけれど、下大夏のことをよく覚えてます。あの運動、その前にあった日立の就職差別の運動もよく覚えてます。で僕は日立の時にはまだ小学生だったので、あのこれは先輩たちに聞いた話なんですけど、日立のあの裁判の前日にさっき言ったイーヒンさんの川崎教会であの集会が持たれたんです。で私たちは明日多分負けるだろうと、だけどあの日本の牧師のインハさんの盟友の関田博夫さんっていう人がいて、もう亡くなったんですけれど、その人があのキング牧師、彼はアメリカに留学した時にキング牧師と書簡をやり取りしてるんですねそれは後で知るんですけど、その時にキング牧師があのこんなことを書いてらした。私たちは黒人はね、政治的には負けてるけれど倫理的にはすでに勝っているんだ、うん、だそのことをあの在日の皆さん、今ここにいる日本人の支援者アライの皆さんもあのそのことを共有しましょう、倫理的には勝ってます。でその翌日裁判で勝っちゃったんですねでもこれはすごいことだと思います。アメリカン黒人運動 の, あの支えもあったと聞いてますけれども、であの僕は、キング牧師が提唱した非暴力は無抵抗じゃないっていう言葉は大事だと思います。あの不服従の姿を通して、さっきも不服従という言葉が出てましたけれど、そういう暴力には屈しないっていう姿を見せることで、差別者に対して不断の葛藤と申し上げます、コンフリクトを与えること、これが非暴力の運動戦いなんだって書いて いることがあるんですね。で僕はやっぱりこういうことを大事に、あの法律を制定するもそうなんだけれど、こういう倫理的な次元を大事に、僕たちはあの引き続き洗いっていうものを確かめて作っていかなきゃいけないというふうに思いました。我々っていうふうに僕ら言いますよね。で我々って言った瞬間にその我々の外部が出てきちゃいます。だからこそその我々をより豊かにするにはどうしたらいいのか、その倫理的な問いが普段に必要だと思うんです。韓国語でウリって言いますよね。これウリなんですけど、あれ単数でもウリって使いますね。でもあれ語源を調べたらウルタリなんです。ウルタリっていうのは垣根です。我々っていう垣根、そう、垣根を語源とした我々でも、その垣根を超えてさらに新しい我々を作ろうというのがアライだと思うんです。そういうことを諦めない、若い人たちともそういう考えを共有していきたいというふうに思っています。すいません、このくらいすいません、ちょっと長くなりました。